もヘミちゃんです。今回は吸盤ヘッドを使用してヘッドメイクをしていこうと思います。今回はですね、このまぶたと涙袋とこの唇をですね、ソフビ盛りしてます。横顔を見た時に唇が少しプルってなってるのがポイントです。涙袋ちょっと浮き出てる感じにしてまして、口は今ひっつき虫でくっついてて、で下パーツも作ってます。こんな感じで、これをですねくっつけるやつでペッてくっつけて、こういう顔になります。で今回はこちらの子をですねメイクしていきます。完成したらまたヤフオクに出品します。それでは早速やっていきます。今回のメイクの計画はこんな感じ。細かめの線が苦手なんだけど、今回はね線を細かくして倍線描きたいなと思います。この目尻とか目頭とかまつげとか。それでは下書きの色はこれ、お水で薄めます。まずは赤っぽい感じで下書きをしてます。そしたら二重線と眉毛は薄茶色っぽい肌色の濃いやつみたいなので下書きします。あとね、ウィッグもセットにしたくて、ウィッグは金髪だから眉毛は茶色にします。
体勢はこんな感じにして、眉毛はもうちょっと黄色を足した感じの色でやります。こんな感じです。あとこの涙袋の線の影も描いてみたいと思います。こんな感じです。影が強調されていい感じです。あとはチークの線、できました。チークの線はいつもより斜めな線にしてほてってる感じにしてます。下書きができたらアイラインに色を塗り重ねていきます。下書きで使った色に黒を混ぜて塗っていきます。今度は目尻の方も塗ります。この辺は黒くしたいからちょっと塗らずに開けておきます。しましたらこの辺のまつげを黒で描きます。感じです。下まつげも描いちゃいます。次はパステルをのっけていきます。唇を入れました。次はアイシャドウを塗ります。パステルはこんな感じにします。最後に白いハイライトを入れたら完成になります。こんな感じです。白いハイライト唇にもやってみました。
が艶消ししてきます。完成です。口はですね、最後に顔全体に艶消しスプレー吹いた後に艶をつけてます。艶出し目でね、一口でつけて塗ってます。下パーツが2つあって、1つ目がこれ、細いタイプ。ここを見た時はこんな感じ。でもう一個がこっちです。ハートみたいな少し広がった感じのタレがね、あとはこの腕組みをセットにします。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの子は出品したらコミュニティに報告します。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイビー。